ウォキで飲まらん続きやっていきます。で今回も仲間増えました。やったね。ということで今回仲間にしたのはこれですね、ジーザスですね。結構人気のあるキャラだと思ってるんだけど、ちょっとね実況動画撮ってない時に適当にガチャ回したら当たったんで、ちょっとあの登場シーンだけは動画で撮ったんで、まずそちらをご覧ください。はい、ということでやっぱかっこいいね。あのリックとダリルが物資集めてる時に突然現れるジーザスみたいな、なんだこいつはみたいな感じだったね、最初の登場シーン。でとりあえずやっぱりミッションやっていこうかな。チャプター10だね、のチャプター10の最後、脱出作戦。もうここまで来るとね本当に難しい。いや難しいんだけどさ、でもこのゲームの難易度って何て言うんだろう、癖になるよね。難しいんだけど、この難しさ、結構スマホゲーってさ簡単で手軽って感じするけど、このゲームまあ操作は手軽なんだけど、難易度がなんだろうな、すっげえ癖になる、中毒性のある、ちょうど絶妙なバランスだと俺は思ってるんだけど。よし、じゃあ来た。ウォーカーの大群がそこまで来てる。こっち、俺たちで援護しよう。っていう感じだね。ダリルは使えないと。あ、援護してくれてる。ありがたい。3人ぐらいいる。全員生きて、脱出しよう。確かにそれはその通りだ。大概コミュニティを捨てるときって、犠牲つきもんだけどね。次の町へ行こうっていうとき。大体仲間死んでいくけどね。あ、でも12、12か。だったら無理しても、あ、っていうかそもそも届かねえや。届かない、あ、届く。タラタタタタタ。この音がいいんだよね。あー、一応届くけどちょっとやめよう。ちょっと怖いわ。援護を頼む。え、これどこまで行けばいいのこれ。ゴールどこ、ゴールがわからん。ちょっと怖いなーこれ。うわー、ちょっとレベル高いじゃん向こう。こういう感じにしとくか。でどうしようかね、こっちの11地帯は、11地帯相手にしたくないな、あんまり。警戒態勢にしとく。これ届くよな。まあいいや、こうしとこう。お手並み拝見。うわ、めっちゃ増えておりますやん。援護追いつかないよ、これ。援護追いつかないわ。どうしよっか。こんな感じにしとっか。一掃しつつ、こうしとっか。いや、これきついっすね。まあいいや、こうしとこう。頼む。おお、仲間は食らわなかった。これで生き残れってさ、あ、生存者を守れってことか。じゃあゴールがないんだ。これ全員倒そうぜって感じか。あ、スタンアタック打ってもよかったな。スタンアタック打ってもよかったな。微妙に下がろう。みんな下がります。結構窮地。まあでもこういう戦い方も、まあ、ありだよね。スタンアタック、相談を通り、敵をスタンさせるという。どっち向きがいいかな。数が多い。こんな感じにしよう。お、スタンした。一旦稼げるから、ジーザス行け。これでボーナスアタック得る。ボーナスアタックが強いんだよね。この、ウォーリアーってキャラクターは。じゃあ、こちら辺処理しとっか。グレンで。ジーザス食らうかなこれ。食らうけどしょうがないでしょ。しょうがないね。まあ、多少は犠牲もつきもんでしょ。で、ボーナスアタック。まあ、要はあれだね。ボーナスアタックが、まあ、キラーマシンみたいになるみたいな感じかな。2回行動できるみたいな感じだね。で、ロジータで撃つ。最後の一体だな。あ、片付いた。あ、ですよねー。まだ、向かってくる。うわー。で、こっちに、護衛に回そう。
あーやばいやばいっす、やばい、あー通してくれた。おお、いいねいいねいいね。あ、打撲したか。あー、パーフェクトは無理でしたね。シューターありがたいです。こっちらへんか。じゃあ護衛に回る。倒す、よし。うわ、ま、なんか移動速度すごいやついる。移動速度すげえやついる。やばい、これやばくない？本当に勝てんのこんなんで。どうする？これやばいな。あ、一旦回します。あ、ちょっとグレンやばいか。ギリ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 です。数が多すぎる。おい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 、正気か。最初にさ、このゲームの難易度の難しさ、この辛さがさ、たまらないとか言うけどさ、ちょっとこれやりすぎだぜ。どうかしてるぜ、これ。スタンアタック。まず右を。右をなんとかした後に、ジーザスで、こういう感じ。あ、やばい、しくったしくった。操作ミス。操作ミス。よく起こすんだよな、操作ミス。あー、どうしよっかな。ここら辺倒しつつ。うわ、めっちゃ移動してくる。やばい。負傷した。あ、これも負傷くるか。あ、やばいやばい。操作ミスがこんなに命取りになるとは。ちょ、待てよ。とりあえず、こういう、微妙に、あ、これこれ、こんな感じ。で、ボーナスアタック。これで、まず一回こっち。で、一旦は耐えられるでしょ。グレンも。グレンも一旦耐えられるでしょ。所詮。ジーザス死んだら嫌なんで、ちょっと待って、これ、いや、無理だな。ちょっとやめます。やめまーし。あ、ダリルまで。ギリギリです。ギリ、あ、スタンアタックある。じゃあ、スタンアタック。で、ダリルは一旦あれでしょ？あ、グレン助かった。まずこれ倒して、じゃあジーザスこっちに向かうか。お待たせしました。しまーす。あと一体。あ、倒した。これで全部、やっと終わった。え？マジ？それはどうかなって、お前何目線だよ。どの立場で言ってんだ。マジ？マジで言ってんのこれ。ちょっと待って、警戒だ、警戒。あ、いた。あ、二人だ、二人か、二人か。了解、了解。あ、これはきついですぞ。これきついですぞ。分担して倒すっていうよりかは、いっぺんに倒した方がいい可能性もあるな、これ。でも、この一場、立ち位置的に、分担せざるを得ないな。ブレインスタブで一発やったら倒せないな、これ。あー、これどうしようかな。でも、ウォーリアーじゃなくて、あと、ブルーザーだから、一回食らったところで、そんなに痛くないと思うから、はい、ギリギリ耐えてるね。ギリギリ耐えてるね。ちょっと待てよ。これ、どうすか？ま、ちょっとこれ迷、なんで今俺操作ミスったな。でもいいや。ロジータおとりにしてもいい。ブレイン、ちょっと待って、残り体力。これいけますか？いけますかこれ。ブレインスタブ。よし、倒した。で、こっちも問題だな。こっちも問題だな、これ。ちょっと手出しができない。13のこいつが来るでしょ、このデブは。デブ移動してくるから。うわ、どぎついな、これ。移動したいな。いや、移動すると食らうな、これ。あ、でも大丈夫か。多分こいつそんなに攻撃力高くないから。
まあ、言うてでもきついな。ちょっとグレンは攻撃に回せらんないな。一旦耐えてくれ。一旦耐えてくれ、みんな。シューターのみんなに任せる。普通こんなんだったらさ、感染してるよね。絶対感染してると思うんだけど。あと一回か。ジーダスギリギリだ。で、こっちに行こう。あ、なんか実績達成した。あ、倒した倒した。終わった。クリアした。よし、全員重傷です。全員重傷。どうですか皆さん、全員重傷。絶対こいつら感染してるから。もうね、今はね、この動画を視聴することで、あと3つ入手。これね、毎回してる。毎回見てるわ、俺。ということで、コマーシャル見終わった後、もう一回チャンス。まあでも、シルバーだからね、そんなにあんまり欲しいとも思わんけど。あ、そっちか。あ、でも欲しかったからよかったわ。これでチャプター10クリア。エデンの里に向かうボートに乗り込めた。このことは決して忘れない。じゃあ、彼らとはここでお別れなのかな。視界は良好。お、誰かそっちに手配する。必ずそれまでキャンプを強化して生き延びていて。心配には及ばん。それより自由市民がそろそろあんたらの場所を割り出すだろう。ああ、そうだよね。ウォーキングデッドといえば敵はゾンビではなく、あの人間みたいな感じだからね。そして11、転落採石場。クリア報酬なんか良さそうじゃん。パトリオッツじゃん。パトリオッツの T89 じゃん。